さすがは神の軍勢。そう簡単に本拠に攻め込ませてはくれぬようです。なーに、物は考えようじゃ。この大軍に勝ちゃ意気揚々とゼウスに会えるね。ゼウス様、指揮はこの私にお任せ。リツナリ、私と一緒に前に出ようよ。お姉様、行ってくるね。観念しろい。おねね様、引っ張らないでください。行ってこい、三成。戦の指揮はわしと諸葛丹に任せればいい。行かなくては。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。敵の布陣を見る限り罠はなさそうだが、皆警戒を怠らず進軍してくれ。それがしは軍事件、いざ参る。体の動くうちに進んでおこう。よし、果敢に攻め敵の勢いをくじくぞ。抜きで行こう。これが本当のステミナー。あちこちの怪物がいる。操っているのは見当たらない。アラスたちが後方から操っているのだろう。私の前線に出る。先に怪物の数を減らしてやろう。くれぐれも無理はせんでくれよ。皆で広がってゼウスの面を拝んでやるんじゃ。敵はどうも受け身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことかな。こちらにとっては悪くない状況です。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。会えて嬉しいわ、聖領の死に組。さあ、今度こそ私のものに。おお、英雄と呼ぶにふさわしいご活躍。その姿、我が目に焼き付けましょう。そう、楽にしてあげる。一気に駆け抜けよ。休まないと。待っていて、バチョ。どんな敵も我が槍で貫くのみ。軍王殿は正気にあふれていて羨ましい。ギャッハッハ、私も微力ながら尽くそう。よっしゃ、気で言う。怪物はだいぶ片付いたね。奴らではこれが限界か。調子好きよって。いいだろう。俺自ら相手をして。見事な手際だった。そう言っておく。もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだ。奴らがしつこいせいで失敗続き。このまま地球への元へ行かせてたまるか。お前は最高だ。心震える感動とは。このことなのだな。お前は私が認めた勝利。これぐらいの働き当然だな。見事な手際だった。そう言っておく。大してじゃ。お前さんの力頼りにしとるで。ついに主神ゼウスに会う時が迫ってきた。
神々しい姿を見れば私の体も治るだろうか。各魔族、今は目の前の敵に集中しましょう。文王殿、各魔殿、その調子で頼むぞ。諸葛丹殿、ずいぶん張り切っておられるようですね。あの元気、私にも少し分けていただきたい。秀吉様、これが人間ごときに何度も。そもそも父上が余計なことを思いつかなければ。倒れはしない。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。私が前線に出る必要がなかったですね。三成、いかでも考え込んでばかりだったでしょう。たまには思いっきり体を動かさないとね。お心遣い感謝します。ですが、先ほどから激しく動いているのは小野根様だけか。それが人間の力か。父上、あなたの願いは叶うのでしょうか。死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。ああ、私には到底及ばぬお働きです。心震える感動とはこのことなのですね。待ちを。宗秀殿の思惑には完全に。王位、貴公がいる限り難しいかもしれない。敵を憎む気持ちは俺にも分かる。だが世界の危機を前に今は手を結ばねば。それがしは降伏する。王位殿のことは貴公らに託すとし。馬長、王位のことは私に任せろ。あのような気合は理屈で解き伏せればいい。私も行くよ。あの子のことを放っておけないもの。お前は私が認めた将だ。これぐらいの働き当然だな。大したやつや。お前さんの力頼りにしとるで。お前は最高だ。心震える感動とはこのことなのだな。勝手な真似はさせん。お前の相手は私だ。認めた。英雄だったか。お前は私が認めた勝利。これぐらいの働き当然だな。どうしよう。一度でも力負けするなって。私がなすすべもなく負けると。なんと勇ましき敵か。おお、英雄と呼ぶにふさわしいご活躍。その姿我が目に焼き付けましょう。はっ、ほう、はっ、はっ、ほう。中の邪魔をするなら誰であろうと許さない。私は悪夢を終わらせたいの。そんな悲しいこと言わないで。みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。そう、
でもあの男を撃てるのは世界が滅んでも構わないわ。復讐を遂げても元の世界に戻れば全て忘れる。お前の心は満たされないが悪夢は続くだろう。だからここで馬超を倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな、私はここで馬超を殺せば永遠に悪夢は覚めない。今はあなたたちと共に戦うしかないのね。新しい仲間が増えて嬉しいよ。宝徳、多い？これからよろしくね。うまくいったか。うむ、うまくいったか。